田辺文一郎9月5日から2002年2月7日は日本の実業家三菱商事社長会長日本商工会議所副会頭広島県広島市出身名前は文一郎だが男6人兄弟の4番目一郎二郎三郎の繰り返しで文一郎となった実家は中級の燃料商で当時から広島ガスや三菱商事などとも 石炭で取引があった。両親はサラリーマンが嫌いで息子は皆商売人となるよう教育した。父親はさほど仕事に熱心でなく、よく仕事を休んでいたという。広島市立本川小学校6年の頃から集金をやらされたが、子供の集金に取引先はお金を払わず。子供ながら絶対商売人にはなりたくないと強く願い。 他の男兄弟は皆商業学校に行った中で一人だけ、広島県立市中へ進学した。当時の広島市中は江田島が近いため、海軍兵学校へ行く者、陸軍幼年学校へ行く者を育てるための、軍人養成学校のようなスパルタ教育校だった。両親には商人になれと迫られ、どうしても商売をしなければならないなら、当1924年東京商科大学予科へ、 進学史上京。関東大震災の翌年で東京は焼け野原だった。1930年卒業後、海外勤務を希望し、三菱商事を受験。世界的な就職難の時代、縁故と陸上部に所属していながら成績が良いという理由で三菱商事に入社できた。営業を希望し、機械部勤務。この頃から将来は社長になると周りに吹いた。 入社半年で第一次世界大戦に負けたドイツが戦勝国日本に払う対独賠償債権の請求を担当。もろ勉強して大蔵省の役人を前に為替変動の仕組みを抗議した。台湾、高尾支店、大阪機械支店の後、1938年ニューヨーク支店に転勤。当時日本からアメリカへの機械輸出は例で、この頃不況だった。 アメリカの鉱山地帯を回り、採掘機械を大量に安く買い付け、満州関係の業者に売ったり、日産自動車の朝原源7や山本総治に頼まれ、自動車製造技習得のため工場案内や、アメリカの技術者の日本派遣の手引きなどをする。当時は、トヨタ自動車も、ようやく車の製造を開始した頃だった。また同様に、 ヤワタ製鉄社などの製鉄技術者の案内や製造機械の日本輸出などを行った。他の機械担当者は実際のビジネスを外人任せにすることが多かったが、田辺はアメリカの大企業のトップと直接交渉した。1940年、日本の外国への侵略が始まりニューヨークの日本人への治安が悪化。ニューヨーク支店最後の5人に残ったため、 1941年12月の新自湾攻撃で日本に帰れなくなりロングアイランドエリス島の強制収容所に送られる。5ヶ月間収容所生活後、捕虜を観戦で帰国。帰国を希望せず、終戦まで収容所に残った者もいた。帰国後会社に復帰し陸軍省、海軍省の連絡係、港高に勤務。1945年選挙の悪化で、 不足する操縦者を必要としないロケット弾開発のための陸海共同工場建設に伴い満州キングの事例が下る。東京は空襲を受けたため祭祀を広島に疎開させようとしたが子供に泣きつかれ家族で満州に渡る。広島の実家は爆心地から至近距離にありペシャンコになった。このことも大きな運命の分かれ道となった。同年8月9日 ソ連が不可侵条約を破棄した満州、朝鮮、カラフトなどの国境を越え侵攻。関東軍は逃げ出し、残った将校が一般市民に武装放棄を呼びかけるなど、混乱の中終戦を迎えた。終戦後立場の逆転した満州人ボートの略奪、ソ連兵の横暴、中国内戦と銃弾の飛び交う中、家族と満州各地を転々。 零下三十度の満州の冬を大使しと隣り合わせの日々を送る。終戦から一年以上経過した翌1946年秋、ようやく帰国。満州にいた日本人は行方不明人とされ、皆死んだと思われていた。京里広島の両親、兄弟の大半は原爆で亡くした。ほどなく会社に復帰。GHQ の生活に必要な機会。 備品などを請け負い大きな業績を上げた。1947年、財閥解体で機械化の部下約100人を束ね、新会社、新日本通商を設立。まだ40歳のため社長を、かつての上司に頼み専務となった。ニューヨークに勤務した経験を生かし、かつてのアメリカの取引先と日本への機械輸出の代理権契約に次々に成功。 ヤワタ製鉄所とバタ工場に設備する機械は、当時の価格で1000万ドルのものもあった。契約成立の時は、足が震えたという。新日本通商も大きく飛躍したが、これらの契約は、後の三菱商事大合同後も続き、同社の発展に大きく貢献した。1950年朝鮮動乱による特需で、さらに会社も膨張。1952年には四社を合併し、 東西公益を設立した。1954年、旧三菱商事、富士商事、東京貿易と田辺の東西公益で三菱商事大合同を行う。高垣勝次郎が社長に就任。この時合併に参加しなかった会社もある。大合同で前の会社で常務以上だったものは皆取締役となったが、田辺は取締役を外された。 この悔しさから実力を認めさせてやると猛烈に働く。輸出を扱う機械第三部長としてタンカー受注の扱いを三菱重工業から奪うなど会社の売上の半分を占め高い実績を上げた。1957年米国三菱商事社長。アメリカ各地、そのためキシコキューバ、コロンビアなどに視点を広げる。当時日本の銀行は 金づまりだったためチェイスマンハッタン銀行などのトップと直接交渉し、アメリカの銀行から直に資金を調達。国類や機械などを日本に輸出した。この頃、三井物産も合併式模では三菱商事を抜いたが、三菱商事本店は、米国三菱に資金援助を受け、三井物産を追い抜いたとも言われた。また当時アメリカでは、日本車はまだ全く売れない時代。 米国三菱は日産車の販売も行ったが、トヨタとともに粘り越しでアメリカでの認知に尽力。その他各方面で業務拡大を図り通常2年の交代のところ、田辺のアメリカ滞在は7年に及んだ。1960年、最年少で常務取締役、1969年専務、1971年副社長を経て1974年年間の 三菱商事社長に就任。低成長時代の対応に、就任間もなく、経済に対する危機感をいち早く深め、非常事態宣言なるものを出し、社内に徹底させた。当時は、第一次オイルショックで物価が暴騰し、商社昭和ル説が蔓延。また、また、韓国地下鉄の国際入札の圧戦をしたと、国会で尋問された。1975年秋には、 これまでタブーとされていた武器輸出の検討を提唱、時の人になった。これがきっかけで、通商産業省は純武器輸出は認める方針を打ち出したが、野党の反発などで次第に政治論争の色彩を帯びた。ところが1976年に入って、ロッキード事件が起こり、こうした論争は吹き飛ばされた。さらに高度成長期の限度を超える土地投機や事業拡大が、 オイルショックで一気に不況。多大な融資を行っていた、A 大産業や工人、丸紅と共同で手掛けていた VAN ジャケットなどが、相次ぎ倒産。不良債権は2000億円に上ると言われたが、これの後始末に、脱腕ぶりを発揮し、将来に悪い債権は、絶対に残すまいと在任中に焼却、整理した。1980年会長。 1986年相談役、1998年特別顧問に退いた。また、日本商工会議所副会頭、輸入会議会長、三菱財団理事長、社団法人、助水会理事長など多数の役職を兼務した。戦後日本の高度経済成長の一翼を担った経済人の一人である。1984年に発売した辞書。 育がはベストセラーとなった。1970年、輸出振興の行により、総理大臣表彰、1971年乱寿、交渉、1982年君一等随法彰受賞、2002年94歳で死去。AB 山口博内橋勝人、大熊秀夫、財界人国記中国編、四国編、九州編三経出版。 1988年60ページ。一つの会社に100人以上集まってはならなかった。1954年第9話低成長時代に見出した巧妙経営の効率。ありがとうございます。